はい、皆さんこんにちは、橋田剛です。今回のメンタル把握をサクッといきましょう。支出ね、支出、お金の支出に対して把握になろうってことですね。うん、まずは、なんだろう。まあ、好きなこととかね。まあ、その自分でやりたいことに対して、もうこのパソコンが絶対欲しいんだ。MacBook Pro が欲しい。それじゃなきゃできないとか、ね。Final Cut が欲しいとか、そのソフトがね、できない。そういうものにはもう投資していいと思うんですけど、まあ、それを多分買うために、いや、高いから買いたくないのになるため、なったりするじゃないですか。なんかを買うためとかね。そういうものを買うときのために、普段からの支出を、とにかく、がっつり抑えてみようみたいな感じ。そうすると、もう、圧倒的にすごい変わってくるんで、まあ、それを投資に回そうってことですね。例えば簡単な話、うん、まあ、僕も最近やってるんですけど、もうほんとコーヒーとか、もうガンガンコンビニで買ってたりとか、カフェラテとか買ってたりね、スタバ行ったらスタバみたいなやつなんですけど、まあそういうのを一回、まあ我慢っていうか普通にやめて、もう水道水にするっていうか、まあね、全然飲める水道水じゃないですか、今なんか東京とか、まあ大体。まあそれね、それがすごいやばい、なんかカルキ臭くて、まあ飲めないとかだったら別なんですけど、まあそれを水道水、水に変えてみる、みたいな。まああとは砂糖とか、もうなんかもうお菓子を取らない。もうなんかちょっと酔って、マックでコーヒー飲んでハンバーガーちょっと食べてポテトチップスとかポテト食べたりとか、まあガム買ったり飴買ったりとかさ、グミ買ったりとか、まあ家に帰る時にちょっとなんかお菓子一個買ってみるとか、もうその寄り道一つで100円200円買うじゃない。もうそれってまあすげえ節約っていうか、もうとにかく支出を減らしていく。あとその洋服、靴、帽子、ズボンなんかそれって必要ありますかみたいな、まあそういう仕分けの話じゃないけど、まあこうよくある話なんですけど。話なんですけど、いや、ま、マジで、水に変えてみよう、まずは。で、それ慣れると、もうなんか、人が、そういうコーヒー飲んでたり、なんか弁当買ってたりとかするのがバカバカしく見えてきたりするんです。それってなんかかっこいいじゃないですか、ハーコーとして。で、好きなもんに使って、そっちでね、がっつり、お金は生み出せばいいと思うんですよ。お金だったり好きなことで、ガンガン生産性を上げていくっていうか、もうとにかくそれ。うん。なんか、もうすべてのことを水に変えていくっていうか、うん。無料のものに変えていく。まあ、電気でもそうで、トイレ行ったら消すとか。それに知りつもなんですよ。節約もそうだけど、節約と、まあ、まあ、紙一重みたいなところだけど、無駄な支出を減らす。で、使うときはガンガン、うん。使うのも使わないってなって、ちょっと節約になってしまったりもするんですけど、使うもんにはガッツリ使って、もうそれでとにかく人と差をつけてかっ飛ばしていきましょうっていう感じでしょうかね。はい、ということで、すいません、さっき言ったように、いきなり充電切れちゃって、もう、車の中でなくて。ということで、最後締めさせていただきます。ということで、ね、コーヒーとか、もう何かと、もう全部水に変えて、無駄遣い、洋服とかも含め、もう車もバイクも、全部水に変えて、やっていきましょう。これから、しぶとくね、いきましょう。ということで、まあ、これから、まあ、授業やってる方はね、給付金とか、持続化給付金とか、時短協力金とか、いろいろ入ってくると思うんですけど、そういうね、貸し付けされてお得な部分もあったりすると思うんで、それをパッと使わないで、ぜひね、お店のために貯蓄したりとか、今後ね、違うところに役立てていけたらと思います。何事も節約じゃなくて支出を抑えて、この後未来、フューチャーに、使っていきましょう。ってことで、すいません、ちょっと階段で響いちゃってるんですが、自撮りで最後締めさせていただきました。橋田剛のメンタル発酵、また明日お会いしましょう。ってことで、じゃあね、高評価よろしくね。ピース、じゃあね。